どうも、しほるです。横落ち前回の続きからやっていきたいと思います。じゃあ、クローンに喋りかけます。3。ラストっぽいですね、これ。わしは力自慢のクローン忍者。この腕っぷしを閻魔大王に認められ、この場にを任されたんじゃ。これは戦闘か、もしかして。嫌な予感するぞ。それなのに閻魔大王は、なんちゅう惜しい人を亡くしたんじゃ。そんなわけでわしは閻魔大王亡き後もこうして万人をしておる。俺たちはここを通るのにふさわしいが、こんな人は見極めてやるけんの。これ絶対戦闘やんな、こいつ。戦闘回数151回か。でも俺たち顔に似合わず、なかなかの荒くれ者と見た。おお、よかった。わしは俺たちが気に入ったぞ。ここを通してやるわい。おお、よかった。これからも戦いを積み重ねて腕を磨いていくんじゃぞ。通ったぜ、クロニー。ではそろそろセーブポイント欲しい。切るぜ。うわー、戦闘前は獅子駒。お、獅子駒かっこええな、こいつ。なんか誰かの進化系っぽいな、なんか。トノマにめっちゃ似てないこれ。しかも、技同じや。眉毛も斧や。これトノマの進化系じゃん。もしかして。ちゃうんかな。ヤマトのオロチ。違うか。まあ、色がちゃうもんな。声もなんか若干ちゃうような気がする。コマさんみたいな感じで書いたから。まあ、ちゃうか。だって後ろに風呂敷持ってないもんな、多分。しかももうすぐレベルアップが確認できるな、もうすぐ。よし、もぐもぐバーガーもったいないな。はい。お、回復ポイントある。お、ミラー。むにゃむにゃ、もう起きるって、むにゃ。くそ、こいつ起きんやけん。これセーブでしょ。日記。はい。OK。よっしゃ、クローンに突破。これね、もうすぐ多分これもう大行って書いてるんでね、もうボスだと思うんで、とりあえず、コマさん進化させておきましょう、これもう。まあ、中継地点というか、休憩ポイント上がったんで、ここで、だったら別に何回死んでも問題ないんで、ね、とりあえずここで、レベルを上げて、コマさんだけでもいいから進化させておこうと思います。本来はリュウ君も進化させたいんですが、まあ、進化条件よく分かってないんでね。合体なんでね。多分合体だからアイテムかなんか、モンスターだと思うんですよね。OK。ヤマタのオロチ。強し。OK。続お邪魔道。もうちょっと経験値欲しいな。あ、宝箱あったんや、これ。テクテクテンテンテクテクテンテンテン。トノマしかもそれに、魔法強いね。こいつが強くなれば熱いですね、これが。これまた熱いんだよね。人だまらーん。バババババババ。うわ、やべ。あいつセーフ。いけ、よし、オッケー。右のやつが強すぎる。ほら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 、爆裂剣。しかも倒れてないっていう。攻撃めっちゃ高いし、HP 高いし、これ強すぎへんか。めっちゃ強いよな、この、不用心棒じゃなくて、何だっけ名前、ちょっと忘れたけど。あいつめっちゃ強いんやけど、マジで。鉄壁のお守り。ほう。あ、宝箱取るも入っとった前は。まあ、どうせ来るからええわ。いやー、これ回復せな無理やで。ふぅ。赤。うお、大源氏玉。あ、これ進化できるんじゃん。もしかして、これで。これで進化しよう、じゃあ。進化の出番が来たようだ。よーし、じゃあ今回は進化しまーす。トノマさん、行ってこい。おお、初めての普通進化ですね。通常進化初めてやな。よっしゃー。あ、色ちゃう。え、あ、一緒やった。あ、白いってそういうことか。敵の白いやつってああいうこと。あ、仲間入らんってことか、あの白いやつらは。獅子駒。おお、やっぱ青色の炎なんや。オッケー。獅子駒。獅子駒はトノマって感じじゃないな、でもなんか。なんなんやろ、こいつは。結構エリート系やんな。よし。でもなんかこの、こいつがなんか、水木一郎に見えてきたぞ。あのアニソンですね。ゼーっとの人ですね。なんかあのマフラーみたいなやつ。さっきマフラーなんかな。同じようなスカーフみたいなの巻いて、眉毛もなんか結構 Z の形みたいな感じの人なんですけど。水木一郎にしよう、名前を。水木一郎やったよな、あの名前。マジンガー Z の人。なかったっけな。忘れてもだ。よし、オッケー。オッケー。これランク S なんか。あ、真面目にキル使っとこうかな。ドッポさん使っとこう。こいつ結構サボってたからな。お。え、またレベル1から？マジで。へえ。ふえーって感じやな、これ。あ、レベルは変わってへん。ランク A。あ、ランク S じゃないんや。A なんや。ぶん殴る。一段バースト。強。煉獄の術。いいね。おー。まあ、パワーアップしてますね、コマさんが。よし、オッケー。まあ、ランクも高くなったんで。あと、こいつ、リュウくん、ちょっと進化したい。よし、セーブしよっか、一応。オッケー。これで次いけますね。おそらく次は戦闘になると思います。ちょっとね、メンバーがね、前より弱くなった感はあるんですけどね。ムシムシバババとか抜いて。まあ、今勝てるのか分かんない。とりあえず頑張ってみようと思います。はい。というわけでは、一旦次、じゃあちょっとキルのところで終わって、次はこの次進みたいと思います。ありがとうございました。